山川浦路山川浦路1919 19年頃、山川浦路は、日本の女優である。ハリウッドのサイレント映画で活躍した俳優の上山、宋人の妻。本名、三田知恵。1885年、東京市牛込区の市ヶ谷で、東京帝国大学での鉱物学者の父、三田森和と、元芸者の母小松との間の長女、知恵として生まれる。I, 小学校から家族女学校。裏地は、ピアノも声楽も、関税流の洋曲もでき、自宅でことを教えて、家計を助けた。1910年、長女の袖子を出産し、母に預ける。同年、演劇研究所支援会にて、イプセンのヘッタ・ガプラーの本案、カブラキ・ヒデコで主役を演じる。裏地という芸名は、赤ん坊の頃に引き離された、 宋人の生みの母の名、角川裏地から取った。宋人は、メイキャップ研究や化粧品開発に熱心で、裏地の両親の資金援助を得て、新橋に、舞台用の化粧品を販売する、かかし屋を開店。宋人公安の眉積が人気を集め、繁盛した。裏地は、女優業のかたら、女店主として立ち働いた。九百十二年、不喜子出産、母に預ける。 翌年、僧人から衣が悪弱と愛人関係になったことを打ち明けられ、三人の共同生活が始まる。次男、寛寿出産、母親に預ける。夫が設立した近代劇協会の芝居に、絹川らと共に出演、森鴎外が訳した、ファウストやマクベス、人形の家などで大役を演じた。絹川が妊娠したことで宗人との関係が周囲にバレて、 スキャンダルになり、劇団脱退者が続出、公演は不発に終わり、資金繰りに急する。資金集めとスキャンダルの沈静化を待って、近代劇協会は、地方巡業に旅立ち、韓国、満州、台湾にも足を伸ばす。1916年に女児を産むが、人に預ける。この頃から、衣が枠弱が人気女優として、忙しくなる一方、 裏地はリュウマチなどの病気のために舞台から一時遠ざかる。双人は女性に対する執着が非常に強く、木の川が人気になるにつれ彼女をつなぎ止めるために刃物を沙汰や愛を誓う欠板書を毎月書かせたりなど異常な行動をとる。夫の愛を奪われた形となった裏地だが、変わらず夫と店を支え、衣川とも共演し、周囲からは何か割り切っているように見えたらしい。 結局、衣川には、司会の恋人ができ、宗人と別れて結婚。宗人は、衣川に振られた苦しみから、自伝、蛇酒、煉獄を、執筆、裏地も口実筆記するなど手伝っている。1918年、竹三郎を出産、左官業の夫婦に預ける。この頃、近代劇協会には、伊沢蘭安寿や裏地の妹の上山三号も参加して、 好評を集めたが、新劇ブームは1913年をピークにした日になるばかりで、劇団経営は日の車だった。1919年、総人と共に渡米。渡航費用は、総人の友人の谷崎純一郎が近作に来た、裏地に頼まれ、中央公論社などに出してもらった。ハワイ、ロサンゼルス、シアトルはじめ、遠くはカナダのバンクーバーまで出向いて、 在米法人向けに講演し、好評を得たが、総人の応募ぶりから、しばしば工業士とトラブルを起こし、生活は苦しかった。法人向けの新聞に寄稿したり、二人で法事雑誌を創刊したりして、ここを押しのいだが、もっぱら記事は裏地が執筆。皿洗いまでして、家計を支えたが、総人の方はこの頃釣りに熱中。 ウラジの母親が亡くなったため、預けていた長男平八を引き取る。1923年、ソウジンがハリウッド映画、バグダッドの盗賊のオーディションに受かり、英語のできる、ウラジが交渉し、モンゴル王子役を勝ち取る。このギャラで車を買い、ロスに家向かった。ソウジンは、オリエンタルアクターとして、ハリウッドで引っ張りだこになり、ウラジは任されていた法治氏、法事師。 東西時報を1926年に廃刊し、日本から訪れる映画関係者の対応に忙しくなる。早くながら、裏見たの芸名で、ザ・デビル・ダンサー、ウェル・アイちゃんに出演。息子の竹三郎が貧困にあることを聞き、1928年に、養親に大金を払って、親権を取り返し、進学の手配をした。養女に出した、吹子も貧困にあり、女行。 納豆売りなどをしていたが、宗人が1929年に単身で帰国した、時に竹三郎と共に再会した。しかし吹子はその後も、女中などをしており、精神を病んで入院。退院後プロレタリア運動に参加し逮捕される。帰国した宗人は日本で愛人を作り、1930年に、裏地とは事実上離婚、裏地は平八とアメリカに残り、 ブラジという野豪で化粧品セールスをしながら、ミセス・ソジンの芸名でエキストラをして、生計を立てた。生活は苦しく、田村敏子が訪ねた時は薄汚く狭い長屋に暮らしていたという。平八は文芸史の編集や試作をしていたが、廃病を患っていた。1936年、幼女に出した娘の不キ子から、竹三郎の廃病の知らせが届き、 以来各月で1000円を送金する。吹キ子はその金で竹三郎を入院させ、掃除婦として働きながら看病した。戦争が始まり、1942年に日系人の強制収容所に収容される。平八は肺病で療養中であったため、収容を免れる。1946年にロスに戻った後、白人の家に住み込みで働き、 その後知人のガレージの2階を借りて一人暮らしを始めた。1947年脳一血で死去。ありがとうございます。